どうはい、どうも、ちょっと TV のチョイス。プラグです。ということで、今回もですね、久保建英さん、今回 AC ミラン編になりますね。やっていきましょう。ということで、前回の動画ね、まだ見てない方は、ぜひぜひ、下の説明欄からチェックしてみてください。ということでですね、まあ、前回、建英さん、マジョルカから、まあ、ミランに移籍してきて、まあ、最初の開幕戦をですね、やってきたわけなんですけれども、今回はですね、スケジュール、まあ、ちょっと進めまして、代表戦とかはね、特にやってないんですけど、なるほど。まあ、サンプドリアとかとの試合を1試合進めて、ヨーロッパリーグが始まるということことなんで、うん、ここのまあ開幕戦とあとはまあセリエの第3節やっていこうかなと思います。なるほど。EL ね、はい、前回マジョルカでは絶対出れないわけだから、そう、もう EL に初めて出ると。出ますよ。ということでね、ここでもちょっと活躍目指していきたい。はい、でこの EL のですね、一応組み分けみたいなのがあるんですけど、はい、まあ、A がこんな感じで B、C と D、E。感じでチャンピオンズリーグでグループステージで負けたチームとかが入ってくるんだよね、決勝トーナメントから。なるほど。そんな感じになってると思うんですけど、まあ、マンチェスター・ユナイテッドとかナポリとか、まあ、チェルシーとかね、あの本当にそれなりに有名なチーム、うん、アースナルとかいますし、まあ、ミランはバーゼルか、うちグループ K で、まあ、カピタニタンがいたとこまあここはね、ちょっとやっぱゼガヒでも突破したいなとは思ってるんですけども、ちょっといいグループだよね。そう、環境設定はね、いつも通りプロフェッショナルに行こうかな。でね、ユベントスとかインテルとか、うん、強豪出るときちょっと上げてみようかなと思っております。難易度ね、はい。で、まあ、いつも通りというか、やっぱりここはまあベンチスタートということでですね、さあこのね、まあ、EL の初めての E メールみたいな、はい、初めてのお使いじゃないですけど、前半はまあ普通に見てて見学して、で後半どんな、まあ前半のね、どんなもんかっていうの見て後半入ると。これは早送りいきます。いつも通り早送り。どこで出るかっていうところもポイントなんだけど、さあ来たぞ後半、これ来んじゃない。まあおそらくね、ルーカスビリアと交代されるんです。あ、ルーカスビリアの、あの要はケツ、ケシエに守備を任せるしかない。あー、ここか。ケシエ兄さん守備任せた。うん、上がってかないでくれよ。いや、おお、蹴るんだよな、なんかこの人たちなんか前の動画からちょっと思ってたんだけど、そう、すごいね、冷静に蹴るの、対応してくるんだよな、入るみたいなサッカーさん。頼むぞ、ナイス、ナイススローイン。おお、すごいいいパス。さあここ中央、もう一回もらっちゃおうで。さあここ、おい、ナイスパス。もうどうした、ちょっときついよパスが。おー、危ねえ。なんで蹴る、あ、これ落とす、来るよ、落としてくるよ、ほら、オッケー、これ体のチャンス、オッケー、もう一個中に。なんだお前、どうせよ。おお、いい、何クネクネしてんねん欲しい今のタイミング。相手クロス警戒で1個上げてみましたね、攻守レベルで。寄せろ寄せろ寄せろ、いいよこれ、点取るチャンスだよ。開幕戦勝つよ、絶対。さあ来た、よし、ワンツー出してあげる、決めて、お決めろよ。よいしょ、もうピョンテク、すごいな、お前ピョンテク使いやな。うん、お前ピョンテクを知ってるんだ。そう、もうやっぱりサッカーでもあるでしょ、やっぱりこの選手にちょっとやタケあるっしょ、やっぱリアルで。いや、あそこね、もう似てる、うまいこと使ってやったぜとここね、やっぱり竹下が反応して奪ってる、キャッとスクイズ飲んで、ね、出てないやん。さあ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 、早速ね、EL でもアシストしていくと。アシストに俺はなる。ミラン1個下げるな。ミランはね、硬い、勝手の血を竹下も学んでいこう。そうだな、守備な、本場のパスアルネンテ守ってくれよ。オッケー、いいよ、お前もやあ、いいよいいよ、下がって下がってる、竹下の代わりに下がってる。落ちちゃったボールが。そう、いいよ、縦に。あ、痛い、何、どうした、どうしたの、痛い痛い、すごいの下がって受けに行ったわ。あ、蹴るわ、蹴るんだよな、これ、これ日和、あ、来た来たよ、これ。いやー、これちょっと反応見たい。うわー、惜しい、ありがちなミスというかね、やりそうな感じの逆を突こうとした。いや、出せばよかったかな、素直に。素直だよお前、素直。ピョンテク動いてた。ああ、いいよ、これ逆も使って。いや、もうまだこれ通るよ、もう一個もらっちゃおう。いや、いいよ、はい、もう一個中。いや、来た、お前何やってる。うわー、もう一個、うわー、粘れよお前、惜しい、もう一個、もう一個、もうちょい、お前受ける前のアイデア。オッケー、来た、おお、え、関係ないとこでこれ、あ、俺もまだまだ、これヘッドで返すか、決めたい、ヘッドは勝てねえぞ。ケッシーさん、うお、おい、すごいとこ、どうすくてらんね、いや、あ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 りがちー、うわ、入ってると思った、ありがちー。オッケー、おい、どうした、やばい、やめろ、最後に最後に何やってんだ、おい、やばいやばいやばい、やめろ。オッケー、ナイス、ドンちゃん、ドンちゃん、いや、これもらっちゃおう。オッケー、ここ押さえてやろう。おお、これ、
ボール、ありがてえ。もうキュウリの漬物、ありがてえのあると。これやってる限りは勝てねえぞ。そうなんだよ、上のチームいけねえよ、うん、これじゃダメなんだよ。これは本当に典型的な、これあれだからね、強豪校対弱小高校でやる時の、あの弱小高校がやる時のサッカーですからね。まんま同じだよね。とりあえず蹴るよーし、ナイス、ナイス。竹がね、やっぱ違い、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。でミランとやれるだけでもねっていう、まあ、向こうキャプテンが挨拶し、うん、やっぱ竹内さんってこう、うまいよねと。まだ19歳です、この世界だと。19歳まだこの世界だね、この世界で19歳。 7.5、MOM、 もうね、評価止まんねえな、止まらん、うん、すごいわ。さあセリア第3節もいきましょう。いいですね。さあお願いします。負けねえぞ、ピランもなんとか上位に入っていきたいなっていう気持ち。さあ来るか、 OK、 いきます。 100% タケちゃん来ます。来ましたよタケポン。まあしかしミランは前半 0-0 ですな。そう、あ、待って、ポジション変わってない？右で、もうこっちかい、こいつ暴れん坊だから、こっちからこっちに打つだけだわ。うん、まあ特に変わらない、パケならやっぱいるわ。いやいや、もらっちゃおう。さあ行こう、いいよ、そこ2枚で、2枚で、さあ3枚から、食べる動き、食べる動き、お前打つ気か、オーケー、もらっちゃおう。んー、誰、んー、誰、タケちゃん、タケちゃん、よいしょー。 何が、何は、だからキーパー出てこなかったの。あっ、あっ、あい、何が、何が、え、いや、おめえが何を切ったの。え、何が、うちの竹内さん何もやってませんよ。オッケー、いいよ。おお、ちょ、横だな、今の縦じゃないな。ちょっとね、止めてけ、これになっちゃってんじゃないの、お天狗に羽が、うん、へしょられるぞ、お前、今のチーズで横から。家庭チーズで、お前、やばいやばいやばい、お前、そうなるってなるから、お前どこだ、おい、危ねえ、キーパーやるな、危ねえ、おい、打ってくる、こいつ、こういうやつは。さすがドンちゃん、ドンちゃんよ、ちょ、お前下がってかないと、スタミナない、お前のサイドからやぞ、スタミナがないよ、これちょっと天狗なっちゃってるな、これ。あかんよ、お前たった2試合でプレイヤー側のあれがある、おー、やめろ、オッケーオッケー、ここここ絶対取っていたい、オッケーオッケーオッケー、もらっちゃう、うわ、どこ出してんの、うわ、なんでお前そこでそこ出すの、お前ちょ、息遣いどうなってんねん、お前、これオッケーオッケー、おー、何、逃げてく逃げてく、いや、これ戻るしかねえな、いやー、ちょっとこれ最悪引き分けもあるよ、ちょっと考えとこう、オッケーロ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 、オッケー、いいよ、よこ出して、オッケー、いいよ、立て、いや、ドリだな、これそう、使って、いいよ、あとハーモニーで、ハーモニーで、いいよ、いいよ、お前どうする、出せよ、ダーダーダーうわーなにそれ、え、なんだって今、竹ミラクル、今竹ストレッチ、竹ストレッチっていう、今どう、今の入ったと思う、なんだ今の、竹ストレッチ、あのストレッチの時の動きを参考にしてやってみたのね。ストレッチマンな、あのおんぶとかさ、実際マジであの体力減るから、まあそうだね、魔法マンそこ絶対見てくれ、まあ、タイミング誰だろうだ、おおって、これもうキーパーもね、すってんゴロリン、俺びっくりしちゃって、これはやばい、竹ストレッチなんだよね、なんやこれマジで、これ新技ね、竹ストレッチ、竹ストレッチ、これ伸びてるね、竹ストレッチだね、すんばらしい、どう、よし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 、止まらねえな、成長、いやもういいよ、オッケーオッケーオッケー、どんちゃん任せて、ここはオッケー、この後この後この後、オッケー、いいよ、うわすごいいい球を出す、わかる、この流れを殺さない、お前やめてくれよ、そういうこと、お前ら頼む、しっかりせ、何やってお前、お前やめてよ、ちょっとちょっとやめてよ、寄せろ、寄せて、みんなでやめて、みんなでやめてよ、おお、おいしょ、オッケー、まあこの猛攻続けよう、寄せ続け、ドゥン、オッケー、おお、もう一人、おお、続かないな、こう、あ、あ、あ、やばい、頼む、おお、やめろ、ダン、こっちか、なんか音が聞こえねえんだよ、え、あ、聞こえた、音楽、オッケー、いいよ、竹内さん、ためる、お前らの入りが悪いから、こういうね、あの引き笛に行くと、やめろよもうあいつ、後でロッカーでちょっと話し合いだな、あいつ何したいんだよ、なぜあの、おう、やめろ、これ最後、最後危ねえ、最後下がってこい、守る守る、いや、竹内さんダッシュ、竹内さんディフェンス、おう、やめろ、ドンチャ大好き、キーパーやばくね、キーパーやばいよ、安心感すごい、
ドンちゃん一家に一台、一家に一台だから、ドンちゃん世界レベルだわ、ドンちゃん。いやちょっとね、右の今 CF だったやつ、あとで6課で話し合いだね。あいつ何したいんだよ、マジで。もう1時間問い詰めないといけない。よし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 、いいですよ、これはでかいね、9本。いやこれね、なんかいつも蓋を開けてみれば圧勝なんだけど、だ中身はね、中身は結構危ない、1-0 とかで 7.5 また止まらない、3試合でもう、はいはい、イベント早速フィオレンティーナに引き分けてると、もうインテルと、ミラン1位同士、1位と。いやこれまだ始まったばっかりだね。まあまあまあ、うん、はい、スタミナ部分が67か、もう少し上がってほしいな。そうだね、侍久保建英といった感じでですね、まぁ、あ、今回はですね、ヨーロッパリーグの開幕戦と、うん、そしてセリアの第3節やってきたよということで、まぁ、あ、代表メンバーとしても、ここはローマとかね、ラツオとかバーセスとかナポリとかも、ね、強い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 、まぁ、あ、結構本当にね、このイタリアのセリア、まあ、始まったばかりなんですけれども、かなりいい滑り出しよ、滑り出しできてるんで、ぜひぜひですね、この企画応援してくれる方はですね、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。どうしよう、そらぽー。